米だ。じゃ調べて、あのここに書いといてる。え、いいの、ね、ちょっと待って、いいの順位だけね。あ、え、じゃあ何、サイズじゃない、サイズのカップ数なんで書くの。一応あくまでもじゃバストのサイズの順位はこちらに。の順位が発表されましたが、それを受けてコメントを3位の大場さんから。トップ3に入れたことは本当に光栄に思います。でも自分がトップ3だと北野ルカちゃんかなと思ったんですけど、まあ、勝てたということでとても嬉しいです。ありがとうございました。第2位の新井さん。争ってるつもりなかったんですけど、2位ということで胸を張って言っていこうと思います。そして惜しくも第4位のユナナ笑ってるんだよ。ユナナ笑ってんの、それ盗み劇で笑ってるんですよ。え、何位だと思った。トップ3には絶対入ってない。自分でもびっくりだよ。何も出しておいて涙溢れちゃう。なんか最近やっぱりさ、出してもさ、そういうのでどんどん更新していかないとさ、ファンの人って飽きちゃうじゃん、すぐ。そう、だからこう新しい子が出してた方がいいんじゃないかな。あれ譲るんですか。まあでも求められるんだったら出したい、出したい。露出狂。発言がやばい。まあでもびっくりですよ、なんかちょっとこんだけやってるんだったらトップ3に入っておくべきでした。でもわかんない、その衣装さんに聞いたんですよね。衣装さんの把握してるサイズ結構前のものなんですよ。だから後でちょっと測ってみません。まあこの結果はこれとして、今度測ろう、みんなで参加しなきゃダメ。うん。当たり前じゃん、こう変わるかもしんないから、うん、一気に二人抜かすかもしんないから。ルカもう抜かさなかったらただの恥だよ。めちゃくちゃ自信持ってるけど、これでマジで本当にちゃんと4位やったらやばい。一旦じゃあ今度みんなで測ろう。近日公開。はい、最初レオナ真面目って。レオナもうダントツ1位だから、絶対4まで1回測ればいいんでしょ。うん、もしかしたら1位かもしんないでしょ。だってそうかもしんない。なんでさ、今日の服はちょっとわかんない。今日裸に見えるのもね。そう、今日裸に見えるって言われたんです。わかりますか。喜んでる。はい。喜んでないですよ。うん、わかんないでしょ。なんでだろう、悲しい。私も信じてたのね、ルカの実力を。裏切ってもないですから別に。信じてたのに。どこ行くの。なんでそんな引く必要あんの。米だ米だ米だ、一米だ。